エコバッグ、あ、ミスチルのエコバッグどこ？確かに、あ、緊張してきた、旅行に行く準備できました。普段あんまり緊張とかしないんですけど、今日めちゃめちゃ緊張しています。はい、それでは長きにわたる旅行1日目スタートです。なんかムチ打ちになってる人みたいになってる。はい、バンバです。羽田に着きました。この後すごいほうれい線、静岡に向かいます。ほうれい線に長和と日本橋浅草押上方面へおいでのお客様が、ここで帰る帰る帰る、あ、ほんと指定席、指定席、写真見たけどなかなか多かった。すき焼き弁当か牛タン弁当かおにぎり弁当か、なんだかんだおにぎりがうまい。美味しそうな団子。うん、うん、やわらかい。イエーイ、双葉公開7周年かけ川花鳥園。あ、ロッカーある、ロッカーある。嘘、あ、待って、クレープある。待って、これもかわいい。クレープある。あ、本当だ。これ話とかさっちゃうかな。寝てる。伝わんないと思うけど、めっちゃちっちゃいです。やこれはすごい、これはこれはすごい、これはすごい、これはすごい。どうやってご飯食べるんだろう。確かに、かわいい。おお、あ、ハリポッター、これがハリポッターだ。これがハリポッターだ。すごい顔してる。すごいいい顔してるよ。すごいよ。餌あげたいの。そう、めっちゃ楽しみにしてる。すごい。本当だ。あ、本当。すごい。涼しい。バードショーって何？何か、あ、泣いてる。なんだろう。え？暗くない？大丈夫？すごい。おじいさんじゃん。気づかなかった今。気づかなかった。すごい。同一化してる。フクロウとかってさ、どこに行ってもちっちゃ。あ、ちっちゃい。ちっちゃい。泣いた？ちっちゃくてかわいい。すごい。花鳥園で見る文鳥です。すごい豪華な鳩。すごい美しいクジャクバトです。みんな釣られてる。ねえ。すごい平べったいんだ、くちばしが。ゴミ拾いしてる最中の鴨の葉。かわいいね。あー、かわいい。うずら、あ、待って、なんかすごいお尻の穴にしてくる。あの、
本当何してるの？なんかわかんないけど、なんかしてる。アプローチしてる。誰に？あ、威嚇してるの？あの人に。え、だとしたらもっとつつくんじゃない？美しい。あ、素晴らしい。あ、すごい。ご利益ありそう。天狗さんみたいだね。ね、今、あ、やば。夢中になってお尻震えてて、やば。こんなに人いたんだみたいな顔してる。それを見たらこれで。あ、また始まった。正気を取り戻した。ね。嘘だよね。本物だ。すごい貫禄あるね。なんか鳥って全く動かないタイプとちょこまか動くタイプとあるね。すごい鋭いくちばし。あ、そうやってそういうこと通すんだ。逃げて取ってあげるよ。おっきいチュピだ。あ、すごい。おっきいチュピだ。あ、すごい。車重すぎ。で、あちらが掛川駅です。本当だ。突然ですが、レンタカーをして、突然ですが、爽やが来ました。では爽やかな出社をしてください。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ちょっと待って、この中だったらどれがいいかな。夕張麺と違う麺。ねえ。この中だったら、私はこちら、宇治抹茶。これ。わかる。これとは何が違うの？量。量。練乳たっぷり。あ、それで、こう。はい、63分の8分です。はい。明日から楽しみですね。やっぱり来てるんですか？いや、もう帽子かぶってさ、大体そうだと思う。みんな帽子かぶってる。天気良かったですね。いや、良かったです。あ、良かった、うん、ポテトがどこに行ってたんですか？え？ポテトがどこに行ってたんですか？なんだっけ？下髪は浜松です。あ、やっぱそうなんです、うん、どうですか？もう浜松だよね。全然ダメ。あ、そうですね。自転車も来たくないとは決まったって言います。今だってちょっと離れてるんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございますね。はい。じゃあ、いいですね。ぜひ、いい感じですね。はい。ありがとうございます。めっちゃ美味しそうです。すごい。爽やかなハンバーグ、何年ぶりだろう。お母さんのやめてが響く。
え、中すごい生で。あの、多分こういうもんなんだと思う。こういうもん。うん。Welcome beer。え、何このベスマルチェってベスじゃん。待って、あ、やっぱりグラスだったんだ。黄金に輝く。して、あ、いいね。ぴったり。あるか。よいしょ。はい、お疲れさんです。え？ルームツアーする？ルームツアーします。こんな感じです。思ってた以上に広かったです。そして、ウェルカムビールもありましたし、ソファーもついてますし、そして、もう我が家にはない、テレビもついてますし、部屋にお風呂もついてますし、でも、大浴場もついてます。北の庭、呉竹荘、とてもいいです。浜松にお越しの際は、ぜひ、お越しください。乾杯。私たちが泊まってるのがこちら、呉竹荘です。今から夜の街、ぶらつきます。暑いね。ね、蒸し暑いね。暑いよ。蒸し暑いんで、ビールとか買いたいと思います。浜松餃子。北海道の小麦粉を使ってます。なんか、もやしが乗ってたら浜松っていう勝手なあれだったけど。ピーヒラ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 ピあ、センターコー、浜松餃子がないです。棒餃子です。金太郎って言うんですか？ミニゴマ味噌ラーメン。なんでそれ。あ、いいね。あ、北の屋台じゃん。いちご飴ロングポテトあるよ。いや、ロングポテトじゃない。どうする。いや、餃子は浜松餃子買って帰りました。浜松餃子の特徴ってもやしついてるっていうだけでいい。浜松の夜の街を、歩いて見つけた浜松餃子テイクアウト、なんてとこだっけ。浜太郎です。辛い。辛い。いただきます。うん、美味しいね。うん、グランプリ受賞してるよ。うん、あ、てかもやし合うね。なんでもない、うん、火の通ったもやし。うん、ビールに合うタイプの餃子。うん、餃子の王将って感じ。美味しい。